皆さんこんばんは。今日も神宮球場で行われましたヤクルトスワローズ対阪神タイガースの一戦をお伝えします。昨日一昨日とタイガースがですねヤクルトを完封して、勝ったというね、まあ本当に圧勝して勝ったというような2試合だったんですが、今日はですね、先発ピッチャーヤクルトの方はですねまだ勝ち星がない今シーズンのドラフト1位吉村投手、そして、タイガースの方、これはですね、才木投手4ゲーム投げて1勝2敗、防御率だけを見るとですね 2.13、いいんですけれども、まあ昨日僕が才木はまだ不安定だというふうに喋りましたらですね、いやこの成績で何が不安定だっていうようなことをまあ書かれてる人もおられましたけれども、我々が見てるのは数字だけではないんですね。やっぱりその 生のピッチング、そういうものを見ながらですね、抑えるにしてもですねやっぱりきっちりと抑えたい、そういう点からするとですねまだコントロールがですねどうしてもアバウトすぎる、このピッチングはですねちょっと危ないぞっていう、そういう中で数字は良かったというね、そういうことなんですよね。だから僕なんかバッターを見るときも3割バッター、10打数3安打ですね、3本のヒットを見るよりは7本の凡退を見る、その凡退がきっちりしたスイングの凡退なのか、あるいはもう打たされて、もう何ともならない凡退なのか、そういうところでですね、この選手はいいぞ悪いぞっていうのを見ていくわけですね。だからその出てきた数字だけで、ごまかされないようにしていかないと、まあ、我々解説者はですね、ちょっと違った方向に行く可能性があるということなんで、ちょっと皆さんにそのあたりをちょっとご説明しておきたいなと思いました。今日はですね一つ今絶好調の坂本捕手、これをですね今日はベンチに置きましたね。そして梅野をスタートで使いました。まあこれがどうなのかっていうところなんですよね。まあ前回までの岡田監督だったら当然坂本で今日も行ったと思います。だけどまあ最近はですねやっぱり選手たちの体調そういうものも考えてですね、あんまり酷使すると長い目で見るとトータル的には結果として良くないんじゃないか、そういうものも加味しながらですねやっぱりこう最新の注意を払って選手を使っていくっていうね、そういうことも岡田監督考えての今日は梅野捕手だったと思いますし、梅野捕手もずっと出ないとですねやっぱり今結果が出ない、その中でですねやっぱりどっかでやっぱり使ってもらって結果を出していかないといけないので、それがまあ今貯金ができたところで、梅野でなんとかゲームを作りたいなと、そういう気持ちもあっての起用だったと思います。さあそれがどういうふうに働いたか、今日のゲーム早速見ていきましょう。はい、今日の立ち上がり、これはですね両投手ともに非常に不安定でした。吉村投手はですね近本中野この2人をアウトにはしたんですが、ノイジーにフォアボール、そして大山にフォアボール、5番の佐藤にもフォアボール、2アウトを取った後ですね3つのフォアボールで2アウト満塁という形になりましたね。そして、ここで期待の井上だったんですが、昨日からもうボール球をバンバン振る空振りしだしている、その前の日からですね、金曜日の1打席目にいいタイムリーを打って以降三振が非常に急に増えましたね。それで、ここの打席もどうかなと思っておりましたら、まっすぐまっすぐまっすぐ空振り、全部振りに行ってるんですけれども、バットに当たらず三振というね、そういう形になりました。まあ大きなチャンスになりましたけれども、ここで点が取れなかったっていうのは一つ今日のゲームのポイントになったかもしれませんね。そして2回の裏、才木の方も同じく状態は良くなかったですね。 3-1 から浜田ボール球を振ってくれて、まあ当たりは良かったんですね、サードライナー、まあこれ振らなければランナー1塁出れたんですが、振ってサードライナー、そして、2番の山崎がショートへの内野安打ですね、そして3番の山田の時にスティールをして、そして山田はフォアボールですね。そして4番の村上に対してもですね 3-1 から外のまっすぐでフォアボール、結局ワンアウト満塁、もう本当に危ないぞ、これアップアップしてるぞっていうような立ち上がりだったんですが、ここで5番のサンタナ、
ワンボールツーストライクから高めのまっすぐ、いい当たりではありましたけれども、これがですねショート正面、643のダブルプレーで、結局ヤクルトもですね初回大きなチャンスを得点にできなかった。これはどっちに転ぶかわからないな、そういうような初回でしたね。そして、2回、ここは吉村が下位打線を三者凡退に抑えました。そして、3回の表も 1,2,3 をですね三者凡退、この2イニング、まあ、4回もそうですけれども、この初回の立ち上がりからするとですね、これどうなるかと思ったんですが、2回3回4回これ三者凡退の回をですね、3イニング続けて作った、これが非常に大きかったですね。才木の方はですね三者凡退の回が作れずですね、まあ、2回はツーアウトから ヒット1本だけでしたけれども、3回の裏ここでですね、先頭打者、初回いい当たりしてた浜田、これがまた 3-1、 また同じカウントからでした。でも今度はですねストライクゾーンに来ましたね、インサイドの甘い球、これをですねレフト線にツーベースして二塁打、そしてここで2番の山崎に送りバント、これはですね、まあ、大体こう勝てないチームはこういう硬い作戦になりがちなんですよね。それでまあこれバント成功するんですが、こういう後のさああんたに任せたよっていうバッターは案外結果が出せないことが多いんですが、この山田に対して粘られながら、フォアボール山田がつなぎましたね。そして、1、3塁という形になって4番の村上、村上がですね外のまっすぐ、これをですねレフト方向への犠牲フライ、聞くところによるとですね去年は犠牲フライが1本もなかったということなので、これ久しぶりの犠牲フライですね、これで先制したのはヤクルトということになりました。そしてランナー山田はまだ2塁に残っておりました。2アウト2塁、そして5番サンタナ、ここで、1-1からですねインコースのまっすぐ要求だったんです、そこへ行ったんですが、これはですねサンタナが本当にうまく打ちましたね。バットが本当に体に巻きついてました。まあもともとあの辺のボール打つのうまいんだろうなと思いますけれども、レフトへツーランホームラン、この回結局3点を取ったということになりましたね。これ1点で収まらずに3点取れたっていうのはヤクルトにとってはちょっとね、なかなかこう勝ててない、今7連敗中というところなんで、ちょっとこの3点は非常に大きかったなという気がしましたね。今日の才木はですねもうこの3回で、終わってしまいましたね、70球5安打2奪三振、フォアボールは3つ、失点が3ということで、今日は立ち上がりからやっぱりコントロール、これがちょっと不安定、それがまあ命取りになったこの3回の3失点だったなという気がしましたね、はい。4回5回と及川が来たんですが、この及川もやっぱりコントロールがまだやっぱ安定してない、まあ僕ら大竹とか村上とかああいうコントロールのいいピッチャーを見た後だっただけに、余計にですね、そのコントロールの違いを感じてしまいましたね。4回はフォアボール1つ出しましたけれども、ダブルプレーで3人で終わらせましたけれども、5回ワンアウト後2番山崎がですねサードのエラーですね、送球エラー、これでまず一塁へ出て、そして内野ゴロ、ワイルドピッチなどで2アウト3塁という場面から、村上がレフトへヒット、これが4点目になりましたね。その後もですねサンタナに二塁打を打たれて、オスナにフォアボール、満塁まで行ったんですが、ここはですね3番手ビーズリーがリリーフに来て、なんとかこの回1点で収めて、まだゲームは決まってないよっていうね、4点差ということになったんですが、6回の表ここでですね、タイガースがやっと1点取りましたね。ワンアウトから中野、インサイドのまっすぐ難しいボールでしたけれども、あのインサイド打ち前ですねライトスタンドにソロホームラン、4-1、3点差に縮めました。これまだわからないんじゃないかな、あと3回あればというような気にもなった1点でしたね。ここからはもうヤクルトはもうリリーフ陣でなんとか3点をですね守っていくという形になるわけですが、まず石山よかったですね、7回大事なところでした。佐藤から始まる回、ここをですね三者凡退抑えましたね。そして8回は清水、1人、糸原を内野安打では出ましたけれども、まあ無難に抑えました。そして、9回田口、
田口ワンアウト後に大山、これが左中間に二塁出して、その後の佐藤のライトフライ、これは外野手からするとイージーだと思ったんですが、やっぱりライト、センターともにですね、普段、レギュラーでない2人が出てるということで、どこまでが自分のテリトリーか、分かりづらい。そこでですね、ライトを守ってました並木、グラブには当てたんですけれども、結局落球、エラーというふうになってしまいましたね。2、3塁。まだこれタイガースチャンスあるぞっていうところだったんですが、代打原口のサードゴロで1点は取りましたけれども、最後梅野で今日は始まって梅野で終わったような気もしましたけれども、最後梅野に期待して立たせましたけれども、結局空振りの三振でゲームセットということになりました。勝ちがですね、吉村投手今シーズン初勝利、今シーズンというかプロ入り初の勝利ですね、おめでとうございます。そして、負けが佐伯、これ3つ目ですね。期待が大きいだけに、さあこれからまた巻き返してもらいたいなと思います。そして、田口に7つ目のセーブがついております。ホームランは中野今シーズン第1号、そしてサンタナに3号ツーランが出てます。MVP はもうこれはですね、吉村浩二郎投手ということになってます。はい、吉村投手、ちょっと皆さんにもご紹介しておきましょうね。1998年1月19日生まれの25歳、東京出身ですね。183センチ85キロ、2022年のドラフト1位ですね。日大豊山高校から国学院大、そして東芝を経て、ヤクルトに入ったというね。まあ、僕はキャンプで、この吉村投手を見たときに、これはコントロールいいピッチャーだな、多分勝ち星かなり稼ぐんじゃないかなということは、新人王候補の筆頭になるかもしれないな、それぐらいの僕は高い評価をしてたピッチャーだったんですが、なかなか一つ目の勝ちが来なかったということで、うわ大丈夫かなというふうにちょっと心配をしておりましたけれども、今日一つ勝てたということで、これからまた落ち着いて、登板できると思いますので、これからの吉村浩二郎投手の活躍、これにもですね注目していきたいなと思いますし、期待しています。さあ、今日のゲームタイガース目線で見ますとですね、やっぱりポイントはまずは2試合連続完封勝ちしているゲーム、これをこの時にマスクをかぶっている坂本を今日あえて、外して、梅野を出した。僕はこれはね、一つ考えもんだなと思うんですよね。やっぱり2試合、相手バッターをしっかり見てるキャッチャー、それもきっちりと抑えてるキャッチャー、それをあえて違うキャッチャーに、変えるっていうのはですね、これは僕は一つどうかなという気がしてるんですよね。まあ、明日が休みですよ。明日ゲームない日ですから、今日一日頑張ればいいんじゃないか、そうやって考えればですね、まあ、何試合か連続出場っていうのはありますけれども、こんなのはですね、プロ野球の選手で、やってる人たちはですね、こんなのでへばってたらレギュラーになんかなれませんので、そこまで気を使う必要はないと思いますね。だからそうやって考えると、まあ、坂本のこともありますけれども、やっぱ梅野をなんとかやっぱりこういい状態に早く持っていきたいな、そういう気持ちが岡田監督の中には強かったのかなという気がしますね。まあ、ちょっと僕は1試合早かったんじゃないかなという気はしてます。また違うカードになった時に梅野を使っていくっていうのが良かったんじゃないのかな。やっぱ坂本でもし、ヤクルトの打線がですね、昨日おととい、ある程度こうヒットを打ってるというんであれば、これはキャッチャーを変えて目線を変える、これはありだと思いましたけれども、坂本がまあある意味パーフェクトな、リードをしておりましたので、ここで変えるのはちょっとどうかなという気がしましたね。そしてもう一つはですね、やっぱり井上康太ですね。井上康太、金曜日の第一打席でいいところでですね、タイムリー打って、そこまで抜群だったんですが、そこからですね、まあ空振りが多くなりましたね。まあ、僕はバッティングっていうのはですね、まあ、こうあればですね、こういうふうに出ていってほしいんですよね、バットっていうのは。だけど井上がですね、だんだんとこのバットがですね、こうなりだしたらですね、この肘がですね、こう下向いてほしいのが、ちょっとピッチャー方向向き出してましたよね。そうするとバットっていうのは寝るわけですよね。それでこう、まあ、ボールが来るとどうしてもこう寝た形のスイングになるんで、だいたいボールの下を振ってるっていう空振りが多いんですが、これが
こうなっていくとちょっと脇が締まって肘がちょっと下向くとバットっていうのはポーンとこう立ってきてくれるんですよね。そうなると面で振る感覚が出ますので、あんなに空振りはしないと思いますし、ボール球にそんなに手が出ないと思うんですね。今ちょっと井上康太ね、いいところを3試合ほど見せてくれてよかっただけにですね、ここ今チャンスなんで、あんまりにも弱みを見せすぎちゃいけないよっていうね、まあ本当に使ってもらってる間にですね、なんとか井上の良さっていうものをですね、早く見せてもらいたいなと思いましたね。はい、ということで、今日はですね、ヤクルトスワローズが阪神タイガースに4対2で、勝ちました。連敗は7でストップ。あさってからのヤクルト、また違った戦いができるんじゃないでしょうか。今日はドラフト1位の吉村投手に、初勝利がついたというゲームでした。以上です。